18回目のエスペランサ TV です。内容は盛りだくさんでお届けしますので最後まで見てください。まず最初に先週末の行われた試合の結果です。 U15 のトップリーグは横浜 FC 鶴見での試合がありました。結果は1対0で勝ちました。イエーイ。あとユースの試合もありました。最初の試合なのに見事6対0で勝ちました。イエーイ。どちらとも雨の中で本当にいい結果が残せてよかったです。それではその試合をまとめたビデオをどうぞ。その中で活躍した選手のインタビューです。どうぞ。エスペランサユースのマティックス高生です。土曜日の試合は6対0で勝つことができました。だけどグラウンド状況がなかなかいいグラウンドではなかったです。その代わり自分たちにできることは戦うことでした。精一杯戦って見事勝ちました。自分の目標は0点で抑えることだったので、それができてよかったと思います。次の試合も負けない気持ちを持って戦っていきたいと思います。エスペランサユースの野中圭介です。この間の試合は雨が降っていましたが、しっかり頭を使って賢くサッカーができたので6-0で勝つことができました。次の試合はベルディですけど、気持ちに負けずしっかりサッカーをすれば勝てると思うんで、次の試合も頑張ります。はい。エスペランサユースのキーパー三尾充です。この前の試合は、結果的に6対0でしたが、自分もしっかり、守れてないところや、本当に、次の試合に向けて修正しないといけないところもあるので、次の試合に向けてここ1週間しっかり修正して、次の試合の、ヴェルディ、相模原に、つなげて頑張っていきたいと思います。絶対勝つので応援よろしくお願いします。この間の試合、素晴らしい得点おめでとうございます。ありがとうございます。感想を聞かせてください。康生君から、いい感じの落としが来たんで、思いっきり打とうと思いました。誰に一番にこのゴールを伝えたいですか？やっぱりいつも支えてくれている家族に伝えたいです。これからの抱負を聞かせてください。ユースで頑張って、Aチームの方でも出れるように頑張っていきたいです。はい。最後にサポーターに向けて一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。これからも頑張って点取ったりするので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。田中選手でした。でもさ、この間の試合での、ゴールおめでとうございます。感想を聞かせてください。あの時は本当ずっと2週間前ぐらいから神様にお祈りしてて、でちょうど自分の目の前にボールが来たので、それが神様からのプレゼントだと思っています。ございます。これからも、A チームでまた頑張っていくことになると思いますけれども、抱負を聞かせてください。
チームの役に立てるように頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。これからの選手の活躍を期待していきましょう。今週の日曜日にはユースチームの試合がまたあります。対戦相手はヴェルディの相模原です。とっても熱い試合になりますので、皆さんぜひ応援に来てください。それで今 U15 はトップリーグで1位をキープしています。また5月にはトップチームの神奈川の県リーグが始まります。今度またリブリーグへの昇格を、かけて始まりますので、皆さん応援に来てください。それでは最後の予定をチェックしてみてください。それではまたね、バイバイ。パーマ。